はい、どうも、杉下東京作品のトロです。ということで、今回ですけども、今買うべきヴィンテージ T シャツの紹介していきたいなって思っております。はい、ヴィンテージラバーの皆様、秘宝でございます。はぁ、もう本当に半端じゃないこと起きてますよ。もうやばいです。はい、90年代ボディ、人気プリント、人気ブランド、様々なこのヴィンテージ T シャツたちがね、値段爆上がり中です。うなぎ登りです。半端じゃないんですよ。で、しかもですね、その買い付け先どこ行ってもですね、その品薄状態が続いていますので、買い付け困難な状況になっておるんですね。はい。で、今回の動画ね、これね、何を喋りたいかっていうと、今日本にある古着屋さん、はい、こんな状況ですから、どんどんね、ヴィンテージ T シャツの値段が上がっていくよっていうね、そんな話を今回していきたいなって思っております。で、結論としてはですね、その高くなりそうな、よりね、より高くなりそうなヴィンテージ T シャツを10選紹介しますので、まだね、許容範囲で買える10選です。許容範囲、まだまだ安い。全然買える。でも、数年後になったらもう本当に手が届かなくなるんじゃないのっていうぐらいね、値段が高騰しているヴィンテージ T シャツ10選紹介しますので、ぜひ参考にしていってください。まあ一つ例を挙げるとですね、このね、ディズニー T シャツ、これアラジンですね。これ、いくらだと思います皆さん。なんと60万。正気じゃないですよね。まあ、俺にはわからないですね。はい、まあ、そんな世界になっております。まあ、今、このお見せしたのは、まあ、ちょっとこう、特殊な例ですけどね。もう全部が全部こんな値段っていうわけじゃないんですけども、まあ、他にもね、こんな感じで、ディズニープリントのね、T シャツ。90年代ボディです。まあ、値段がね、もう上がってるんで、もうこういう世界観なんですよ、今。そして今買うべき、ヴィンテージ T シャツ10選を喋り終えた後に、特にですね、このブランドを抑えておくべきっていうね、人気 T シャツボディメーカーを12選かな。はい、90年代頃のね、人気な、ヴィンテージ T シャツのメーカーですね、紹介しますので、で、その90年代の見分け方、タグもね、紹介しますので、そちらもね、ぜひチェックして、古着屋さんね、買い物するときの、そのヒントにしていただけたらなと、思います。はい、それではですね、ヴィンテージ T シャツ10選紹介していきたいなと思います。はい、まず一つ目の T シャツですね。バンド T シャツ編でございます。はい、メタリカとレッドホットチリペッパーズ。はい、もう最強のね、誰しもが憧れる、バンド T シャツ、二つを持ってきました。このね、二つのバンド T シャツはもう3万クラスですね、今。3万クラス。はい。で、なんでこれ値段が上がるか、軽く特徴を話しておくと、まずアーティストですよね。人気アーティストっていうのが、まず一つ目の、理由で、二つ目がこのね、人気なプリントっていうのがあるんですよ。人気なプリント、こうメタリカあったら、このパターンが人気、このパターンが値段上がりやすいレアとかね、そういった風にそのプリントによって値段が上がったりもします。そのアーティストの中でもこうメジャーな曲をねこうプリントしていたりとかですね、はい、そういったところでも値段が上がるポイントの一つになりますね。理由3つ目がですね、年代ですね。やっぱこう現行ものよりもこう当時のものだったりね、年代が古いものの方が、希少価値が上がるということで、シンプルに古いものが値段上がるっていうね、そういう仕組みになっております。はい、続いての T シャツでございます。マルボロ T シャツです。皆さん、あのタバコのね、マルボロですね。はい、90年代頃のマルボロはこういう風にアパレルアイテムをね、たくさん出してたんですけども、すごくおしゃれなデザインが多いので、シンプルにまずこの古着市場では人気の高いアイテムになっております。で、その中でもですね、このように 90s ボディの、この辺のプリントが人気なんですね。まずこの代表的なこのトカゲとか、今この手元にないんですけどヘビとかね、はい、プリントによってやっぱ値段が上がるということで、はい、その辺のプリントもね、こだわって見てあげてもいいと思います。この白のね、このウエスタンっぽい感じも人気らしいですね。はい、俺はこれ結構タイプですね。これかっこいい。最近ですと人気ヒップホップアーティストのASAPロッキーさんが着用しているということで、それが理由でね、値段が高騰しているらしいです。すごいですよね。こう有名な方が着ることによってその服が値段上がると、そんなかっこいいことはありませんからね。もう僕もね、僕もトールが着てるからあの服高くなったらしいよみたいな、そんな人間にいつかになりたいです。はい、続いてのヴィンテージ T シャツはこちらでございます。ムービー T 編でございますね。映画でございます。はい、まずこちらね、はい、スカーフェイスで、こちらがジェームズ・ディーンのね、理由なき犯行っていうね、映画の、T シャツになっております。こっちのね、ジェームズ・ディーンさんのね、こう総柄な感じとかね、もうインパクトあってかっこいいですよね。こうロカビリーのスタイルが好きな方だったらこの映画ぜひ見てほしいんですけども、非常にかっこいいです。もうリーゼントにね、こうあのドリズラジャケットを着てもうデニムで合わせるっていうね、もう爽やかイケメンボーイが絶対似合うでしょっていう格好をした、そのジェームズ・ディーンさんを見ることができます。そのスカーフェイスはですね、こうマフィア系の映画なんですよ。僕こういうね、
あの危ない系の映画結構好きでですね、はい、銃でバンバン撃ち合うようなそんなイケてる映画になっておりますっていう具合にですね、その映画の内容が、すごくクオリティの高くて評価の得てる映画になればなるほどその T シャツたちももちろん人気になっていくってそういう仕組みになっております。ムービー T もね、まあ、さっきのバンド T シャツも一緒なんですけど、やっぱりこう人気アーティスト人気ムービーになればなるほど最近のブランドとかもそのデザインを採用したりしてですね、今のファッションでも取り入れてる方が多いです。ただこのやっぱヴィンテージのね当時に近いものになればなるほどやっぱオリジナリティが強くなりますので、しかも簡単には手に入らないっていうね、そこの希少価値によって新品よりもねガーンって値段が上がるようになっております。ロマンですよね。はい、デザインもかっこいいし、この辺のねムービーT僕はね個人的に非常におすすめになっております。はい、続いてのヴィンテージ T シャツはこちらでございます。はい、キャラクター編になっております。そう、キャラクターもね皆さんね、はい、人気なねこのアニメとかってねこう結構昔からやってるもの多いじゃないですか、もう海外とかでもね。つまり、古い T シャツあるんですよね。はい、どれもね90年代頃の、古い T シャツになっております。このちしゃねこね、はい、アリスみんな好きですよね。このなんかこう なんていうんだっけこれタイダイ柄ね、こうパンチあっていいですよね、これ可愛らしい。まあ、こんな具合にですねキャラクターのヴィンテージ T シャツたちももちろんねその人気なキャラクターだったりとか、まあ、デザインとかでですね値段が高騰し続けてるアイテムでございます。まあ、でもねこの辺はまだ比較的こう手伸ばしやすい価格帯のものがまだ多いと思いますので、はい、ぜひね夏だからこうねユーモア性のあるねこうプリント欲しいなとかね思ってる方はキャラクターのねヴィンテージ T 結構僕はおすすめしております。はい、続いてのヴィンテージ T シャツはこちらでございます。ハードロックカフェ編でございます。ようやく皆さんね馴染みのあるプリント出てきましたね。もう何もバンドとかも映画とかもややこしいやヴィンテージとか思ってた方もね安心してください。こういうね人気なプリントもですねヴィンテージもの存在します。はい、ご覧ください。こちらがね90年代頃の US 製かな、はい、ハードロックカフェのタグになっておりますね。ボディもこうスミクロっぽい感じでこれかっこいいんですよね。はい、ハードロックカフェはね別にヴィンテージじゃなくてもねもう値段上がってるじゃないですか。めちゃくちゃ上がってるんですよ。だから古いもの、さらにねこう刺繍のデザインとかだったりするとさらにね上がったりします。ちょっとこだわりたいなと思ってる方はこのタグも注目して、ハードロックカフェ買ってあげても、いいと思います。はい、続いてのヴィンテージ T シャツこちらになります。アニマルプリント編でございます。はい、これアニマルたちね人気なんですよ。でこの古着屋さんのねこう古いアニマルプリントたちはかなりね価値が高いですね。でアニマルプリント今人気でいろんな古着屋さんにたくさんね置いてあると思うんですけども、じゃあそのレギュラー品とちょっとこうナインティーズとかね古めのやつどうやって見極めればいいのかっていうね話をざっくりさせていただきますと、まず一つ目がタグですね。この後そのさっき言った人気ヴィンテージ T シャツのメーカーを12選紹介するんですけども、人気じゃないねどこかのブランドのタグのものもあるんですよ。そう、これ分かんないなっていう時は表記でね作られた場所が US 製だったらもうとりあえずもう 90s あたりかなってね、そこでまず判断一つしてもらってですね、あと確実なのはこうステッチですね。袖とかこう首のねリブ見ていただくとですね、80年代頃から90年代頃前半かな、ステッチがシングルステッチになってるんですよね。現行のものはちなみにこんな感じでダブルステッチっていう風にここのステッチが、2本、横並びで施されてると。だからタグとこのステッチを見てあげたらちょい古だなっていうのが簡単にわかると思いますので、こう人気なねレギュラー品も多いアニマルプリントとかはそういったところを見てあげると古いのかどうか見極めれるかなと思います。ちなみにねこれはフラワープリントになっております。アニマルじゃないんだけどね、同じようにこうプリントとして人気なのがこうフラワーシリーズ、はい、アニマルフラワー系はちょっと一緒に紹介しちゃったんだけど、このフラワーもすごく人気ですので、ぜひチェックしてみてください。はい、続いてのヴィンテージ T シャツはこちらになっております。ブラックヒストリー編でございます。ちょっとね、マニアックなねラインになってくるかなって思います。どんな内容かと言いますと、黒人権利向上に貢献した偉人たちを描いた T シャツになっております。はい、代表的なその偉人の方たちなんですが、このマルコム X さんとキング牧師さんっていうね、はい、もうこの2強がこう前面後面にプリントされたこの豪華なプリント T シャツ、これかっこいいですよね。はい、どでかくねインパクト強めな T シャツになっております。この辺のカルチャーはもう非常に人気が高くてですね、最近のブランドもそのデザインを採用して、商品を販売するっていうところがね、チラチラこう見受けられます。はい、その中でもやっぱこのヴィンテージ系ね、こう古いものになればなるほどやっぱ俺はね好きかなっていうね、はい、そう思う方多いと思うので値段が上がってきております。
ます。こちらもね、はい、ぜひゲットしてみてください。はい、続いてのヴィンテージ T シャツはこちらになっております。フォントプリント編になっております。はい、フォントプリントということで、このね、今皆さんご存知だと思うんですけど、非常に人気の高いカレッジプリントをはじめとした、このようにね、こうフォントをこうなんかアーチ状な感じでね、こうデザインしたプリントが非常に人気が高いんですよね。はい、でこれスウェットとかパーカーでも人気 でこう T シャツシリーズももちろん人気が高いと。はい、その中でもね、こうカレッジといえばこのチャンピオンですよね。こうチャンピオン、はい、このあたりも値段がねこう上がりつつあります。まあこのあたりもでもまあ全然ねその許容できるね、全然こう1万は全然下回るぐらいの価格で買えますので、ぜひゲットしてみてください。はい、続いてのヴィンテージ T シャツこちらになっております。アートプリント編になっております。はい、このようにねこうグラフィックとかねこうイラストとかですね、こうグラフィックがねこうかっこいいですよね。このようにアート的なねプリント T シャツもこのね古着屋さんで人気が高いんですよ。これは1980年代頃かな。このようにね、T シャツ、そう、古い T シャツ見分けるポイント、もう一個ね分かりやすいのがありました。このコピーライトがねここに作られた、年代ですね、簡潔にこう書いてくれてる、T シャツもありますので、ここにね書いてくれてる T シャツ分かりやすくていいですよね。何年代製っていう風にねすぐ分かります。これは1988年代製。アートプリントといえばですね、こうエッシャーですよね。こうヴィンテージもう界隈ではね、こうエッシャー T シャツってだけでもう値段が上がりまくっております。でエッシャーという方はですね、目の錯覚を基本としたこうイラストアートをですね、描いていた方なんですけども、まあ、いろんなタイトルがあるんですよ。でその中でもこう総柄ものだったり、まあその人気なね、作品とかのプリントのものが値段上がったりします。ちなみにこのプリントはですね、その水晶玉に映る自分の姿を描いた自画像というね、そういったタイトルの、アートになっております。もう天才、もうこの感性天才ですよね。こう後ろに映ってる豪邸、こんなところに住んでたんだって、もうそのなんか感じも分かってね、これかっこいいですよね。はい、これも着てたらもう本当なんかもうめっちゃセンスいい人ってね、思ってもらえるかと思いますので、このアート系ね、T シャツ選びには一つちょっとこう選択肢としてね選んでいただいてもいいのかなと思っております。はい、続いてのヴィンテージ T シャツこちらでございます。ビール編でございます。はい、ちょっとね手元には今1枚しかないんですけどね、このバドワイザーですね、こうビールプリント、人気ですね。このようにねこうビールがこうちゃんとイラストでねこう書いてある感じもこうおしゃれじゃないですか。もうビールって、海外のビールっていう時点でなんかもうおしゃれじゃないですか。だからもうデザインとしてももうすでに評価が高いっていう。だからもう古いものになればなるほどこれもね値段が高騰していくっていうね、そういう仕組みになっております。ユーモアなね雰囲気のある T シャツをねこう着てあげるっていうのはね、もう夏らしい格好に、ね、なるのかなっていうね。はい、まあ1枚持っててもいいのかなって僕は思います。はい、じゃあここからはですね、人気ヴィンテージ T シャツのボディメーカーを11選ですね、このボディメーカー11選、まあ覚えておいた方がねいいのかなってね、はい、思いますので、参考にしてください。で同時にこの写真でですね、90年代頃のそのタグのね、姿っていうのもお見せいたしますので、はい、このタグをねぜひ探してみてください。フルーツオブザルーム、ヘインズ、オニータ、ジャージーズ、スクリーンスターズ、アンビル、デルタ、ジャイアント、ブロッカム、タルテックス、ナツメグ。皆さんもね、古着屋さん行った時にこう見覚えあると思うんですよ。まあそんぐらいねもう人気なもうメーカーでございますので、はい、まあ、特にねこう現行ものじゃなくてこう90年代ものが欲しいとかね、いいものをこう安く買いたいっていう方はね、こうタグと値段を照らし合わせるっていうのもね、古着屋さんで買い物する時の、うん、なんか楽しいポイントの一つになるかなって、思います。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はね、今買うべきヴィンテージ T シャツ10選ということでですね、はい、もう値段が高騰していっているヴィンテージ T シャツ紹介してみました。ぜひ、参考にしていってください。もう本当にこのあたりはもう値段今すでに上がってるものですからね、はい、もう数年後もう僕らも知らないね値段の価格設定、もうなんか想像できないぐらいの金額になってるかもしれないんでね、はい、ぜひ欲しい方は早めに買っておいて、損することは絶対にないです。もう減ってく一方なんで、もう値段が上がるのはもう間違いないんで、はい、ぜひ買ってください。で今回紹介したそのヴィンテージ T シャツたちもスレクト東京オンラインショップにて販売してるアイテムなんで、もしも気になるアイテムございましたら概要欄のリンクから商品ページで飛んでチェックしてみてください。そしてスレクト東京と私トールの SNS 各種は概要欄にリンクを貼ってありますので、よかったらフォローよろしくお願いします。そして最後に、この動画が少しでも参考になれば評価とコメント、チャンネル登録もどうかよろしくお願いします。それでは次回の投稿でお会いしましょう。 See you next time!